霊と共に知れ。抵抗しやがって。お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。このスサノオで終わらせる。全てのケリをつける。せっかく気づいた大切な絆、切らせねえよ、サスケ。たとえ拳を振り合うことになっても、お前を一人ぼっちの道から連れ戻す。半ぶりぐらいだってばよ。そうだの。来たぞ。本当に？本当だ。ナルト？ナルトなの？
来たのよ、ナルト。たった今だってばよ。久しぶり。あんた、私より背高くなったんじゃない？どう？私、少しは女らしくなっちゃった？大丈夫。全然変わってないってばよ。ナルトの姉ちゃん！お色気の術？お色気の術？ボンキュッボンだろ。このハマル、俺ってばもうガキじゃないんだ。お前もそんな術をやってるようじゃダメだってばよ。そうだよね。成長したのは見た目だけじゃないよね。あんたのことだからきっと。そんな術では生ぬるいってばよ。見よ、新開発した俺の新エロ忍術。そうそう、新エロ忍術とか。このバカ！中身は全く成長してらんのか、おのれは。何年かぶりに会ってたった2分ちょいで突っ込み入れさせんな、こら。あの切れ具合とあの怪力、まるで綱で二世じゃの。やっぱさくらちゃん変わってない。つうか前より凶暴になった気が。久しぶりだな二人とも。これまで特別調査チームのメンバーとしてチャクラを精密にコントロールする医療人、防御力が一番強いドトン忍術、中距離で戦うのが得意なウトン忍術、動性が一番高いライトン忍術、ではそれぞれの忍術に精通する手だれだ。渦巻きになると、今は修行中だが、いつか木陰になる男だ。私はナルトと同じ第7班の春のさくら、よろしくね。今後彼らの中の一人がお前たちと一緒に行動することになる。ああ、選べ。風の刃からは逃げられない。帰ってきたのか。今日は何が欲しい？へへ、おっさん久しぶりだ。傷薬をくれってばよ。私も傷薬をください。へい、これだね。あ、サンキューおっさん。よし、こっちは準備できた。さくらちゃんの方はどうだ？それなら私が見てきます。ナルト君は休憩していてください。後で第三演習場で会いましょう。わかった、頼むってばよ、頼むってばよ。さくらさん、一緒に用事は済みましたか？ナルト君。え、もう大丈夫。合流までちょっと時間があるわね。そうだ、術の練習に付き合ってくれない？え、行きましょう。
まだ帰ってきて日楽ラーメン行ってねえってばよ。私もお腹が空きました。よっしゃ、日楽ラーメン直行だってばよ。日楽も全然変わってないってばよ。この匂い、すすぐチャース。いらっしゃい。ナルトじゃねえか。久しぶり。何する、腹減ってんだろ。ああ、ペコペコだってばよ。よし、じゃあ今日は俺のおごりだ。好きなもん注文しな。